もしもし、かほこです。はい、今日はですね、約5年ぶりぐらいに美容室に行きたいと思います。イエーイ。美容室っていうのはさ、多分大体みんなは1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回ぐらいのペースで行ってると思うんですけど、私は本当に美容室に行かない主義っていうか、あまり正直得意ではなくて、なぜか幼い頃から右側だけ触られるのがすごく苦手で、左側は全然触ってくださいっていう感じなんですけど、右側だけなんかくすぐったいっていうか、あのもぞもぞもぞってするの、なんか虫がこう走ってるくらい。本当に何でか自分も分かんないし、理由が分からないんだけど、小学生の頃からずっとそのことに悩まされて生きてきて、もう美容室はもう男性であろうが女性であろうが、もう誰が担当してくださっても、もうその症状は同じ、絶対に襲ってくるんです、私を。で、なんなら家族に触られても無理なんです。だから自分以外無理なの。私も気使うじゃないですか、やっぱ美容師さんに。こっち側だけちょっと あれなんですって言っても、美容師さんすごい気使っちゃうし、それもすごい申し訳ないし、でも自分も耐えるのすごい辛いし、もぞもぞもぞってするんだよね。シャンプーの時とかカットの時とか水の音とかもぞもぞってするし、ハサミの音もすごい苦手で、直したいんだけどなかなか直らないんだよね。なんで 右側だけなんだろうね、左は大丈夫なのに。よくわかんない。で、なんで5年間も美容室に行かなかった私が急に行くことになったかっていうと、 TikTok のおすすめでこの素敵な女性に出会ったんです、私は。で、おすすめに出てきた瞬間、私この髪型にしたいってすごく思ったの。かっこいいなと思って、私強そうなかっこいい女性がタイプなので、自分もなりたいなと思って、私多分顔が長いからこういう髪型似合うかなと思って、似合う自信しかないので、今日はやりたいと思います。久しぶりで、去年もさ結構髪短くしたので、1年間かけてここまで伸びたんだよね。うん、でも去年よりもはるかに短いと思う。多分バリカンとかも使うことになると思うし、後ろがなんかツーブロみたいな刈り上げみたいな感じだから、髪の毛バイバイ。ということで、美容室に行ってきたいと思います。レッツゴー。知りませんから。ここの水いいかも。お前誰よ。でも全然大丈夫そうじゃん、右触られても。すごいびっくりしたんだけど、あまりムズムズしなくなってたの。私にとってすごい嬉しい出来事だった。だからこれからは美容室躊躇なく行けるかもしれない。やった。すごい、めっちゃ短い。もう刈り上がってくる。何ミリなんですかこれ。これまずね、6ミリぐらい。でも結構刈ってるよね、動画の人。あれぐらいいっちゃっていいの？はい。買ったことある？ないと思う。ないよね。ない。すげえ。男の子。男の子だ。マサモとかも自分のさ。新しいヘアスタイルまで3、2、1。はい、ということでこんな感じになりました。イエーイ。どう？すごいいかついっていうか、チャラくなった。すごいエグザイルとか歌えそう。一人では愛してる証さえ曖昧で切ないだけ。ちょうど去年の今頃かな、自分でロングヘアだったんだけど、自分で髪をねショートカットにしたんですけれども、今よりもちょっと長かったんだよね。でも割と似てるけど髪型。でも今の方が短い。多分人生で一番短い、赤ちゃんの時を入れなかったら。やっぱり私おもながだからすごい髪短いの似合うかも。でね、見て、じゃーん。初めて
LINE を入れました、入れていただきました。これは自分では絶対にできないし、本当にプロの方にしかできないよね。すごい嬉しい。でこの度はカラーはせずにカットだけしていただいたので、あの自分がね染めたままなんですけど、最近さこういう全部ハイトーンじゃなくてちょっとムラに、あえてムラにするみたいなやつが流行ってると思うんですけど、なんかそういうやつに見えなくもないっていう、そうここがなんか白いけどここは茶色いみたいな、そういうのもありじゃないかっていう風に美容師さんはおっしゃってくださって、私の染め方が意外とおしゃれな感じに、え、すごくない？なんかいい感じになってるYes! でもどうしてもここが黒いじゃないですか、ここ黒くてここが金髪っていうのが私はあまり納得いかないっていうか、なのでまた染めようかなって思います。てか本当は全部真っ黒にしたいのエモくない？真っ黒って。だからこの髪色がちょっともういいやってなったら真っ黒にしようかなって思います。で私はせっかくこういう感じでかっこいい髪型にしたので、バチバチのねかっこいいあのファッションを楽しみたいなって思ったんですけど、美容師さんと母があのあえてワンピースを着るのもいいんじゃないっていう風に言ってくれて、確かにこのね髪型がすごい男っぽいから、あえて女性の部分を出して、なんかこう女性なの男性なのってあの人を惑わせたいっていうか、私って男なの女なのどっちなのっていう、なんかそういうスタンスでやっていこうかなって思います。お腹すいたのでちょっと今日はこの辺にしようかな。そうピザがね届いたみたいで、ピザを食べに行きたいと思います。パイナップルアポペン、なんか椎茸っぽいね、椎茸。はい、ということで最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が面白いなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。さっき言ったね、バイバイ、またね。君の虜になってしまえばきっとこの秋は充実するのもっと、うん。